M-46130mm カノン砲、M-46130mm カノン砲は、第二次世界大戦後に、ソビエト連邦が設計した、野戦用カノン砲である。西側がこの砲の存在を確認したのは1954年である。ため、M1954 の NATO コードネームが与えられた。この砲は、A、A-1922mm カノン砲の、 後継として開発された。外見上は多く平凡な野戦法であるが、開発当時としては、異例の52後継という超長,長方針により、標準榴弾で2 7 5トルという、長射程を実現した。これにより、ベトナム戦争やインパ戦争、第3次及び第4次中東戦争、アンゴラ内戦などにおいては、西側製の1 0 5ト、mm、ル 155mm や戦法の大半を上回る射程を生かして砲撃戦を有利に進めることができた。さらに、中蘇国境紛争や中越戦争、イラン・イラク戦争、湾岸戦争、ユーゴスラビア内戦などでも運用された。中国でも中蘇対立が始まる前に、ライセンス生産が始められており、こちらは59式と呼ばれる。 59式は8トンと重く不便なので、59式の方針と中体腹崎を、より軽量な60式 122mm カノン砲の砲派と組み合わせた 59I 式という改良型が開発され、59式と60式の生産は 59I 式に移行した。また、60式と同じく59式も各国に輸出されている。他には、 83式1 5 2ト、mm、ル自走榴弾砲の主砲を 59i 式に換装した1 3 0ト、mm、ル自走カノン砲が開発された。M-46 をイスラエルが回収した m 4 6 s 1 5 5トル榴弾砲現在のロシア連邦軍では現因式の 2A36 ギアチンと B と自走式の 2S5 ギアチンと S に更新されているが現在でも 予備兵器として保管されており、世界25カ国で採用されている。イスラエルのソルタムでは露角した M-46 の方針を45口径 155mm 砲に乾燥し車輪を4つに増やし装填補助装置を追加した M-46S155mm 榴弾砲に回収しており、IDF で運用するとともに界隈にもこの回収を売り込んでいる。 ありがとうございます。